どういうこと？どういうこと？え、どういうゲームが始まってんのこれ？どういうゲームが始まってんのこれ？いや、悔しいな。まあでも追えないよな、インポスター。行きましょう。猫ちゃん、はい、ナイス、ナイスです。ナイボ、ナイスじゃないか。ナイス、アイボ。あ、なんかメイヤさんかわいい。猫ちゃん、猫ちゃん、お願いします。あー、めっきりサントスさんとのあれですね、ラインが猫音ですね。猫ラインが。魚が餌なので魚さん食べに行きます。いや、ピカクロスの頭の上のカモみたいな。あの、私食べられたくないんで、カモを差し出すんで、持っててください。カモを差し出した。ペンギンもいいな。すっかりマヨコさん幼くなりましたね。猫ちゃん、猫ちゃん。あら、あら、幼いから。煽りから始めた。まゆこ見たっけな。まゆこさん死人。死人僕あるわ。僕ある。僕ある。あら。うん。どこ？僕がシャワーからメインエンジンっていう時にまゆこさんがシャワーの方に入っていくのが、まあメインの右の方かな。メインの右の方に行くのが見えて、でその後に高田さん、源さんが同じようにメインの右、まあ、シャワーの方に行くのが見えてるから証言出なかったなと思った。まゆこさんは私も高田さんも多分映ってないと思う。高田源でしょ、一緒にいたでしょ。高田源並走して、正確にプテさんがあのメインの真ん中から左の方に走ってる時に、はい、高田さんと私が右側に走ったのは事実ですが、高田さんはエレキに降りて、そう、エレキだから私は除染に行ったので、フットシャワーには寄ってないですね。かなり序盤だから、かなり序盤だから、そう、メインで湧いて、配線を、僕はメインの配線をやって、で、あれ？シャワーのトントンやったっけ？忘れたけど、とりあえず、まあ、真横さんが右にシャワー、メイン除染とかシャワーの方に行ってます。序盤の方。じゃあ、右の方に行ってるんだったら、魚さんは無理かな、僕視点。まあ、一旦ね、うん、右の方で行っているという仮定を進めて、左の方を洗いますか。左はいた人間、最終畑迫武雄が無理そう。この3人は無理そうっす。最終僕展望デッキの配線をやって、キッチンに入ったぐらいで終わってますね。あ、ごめん、ピカクロスね、メインホールのね、最終がね、あ、ゴミ捨てのタスクだね。でね、あの、私暗室先入った後にゴミ捨てに行ってるから、多分ね、ゲンさんとか高田さんとはニアミしてるかもしんない。あ、ピカさんはね、あれピカさんだったかな、最後ゴミ捨てあたりで見た気がします。私エンジンルームまで入ってて、上に どなたかいた足が見えたんで、それがピカさんかもしれないです、うん、最後エレキのアスタリスク付近でサントス高田が見合ってみたいな感じ。その前サントスどこから来たの？メイン側から来てる。キッチンだね。キッチンなんだ。あ、そう、エレキで見合ってて、エレキに死体がないんだったらサントスさんも無理っていうのが出せる、うん、魚がセキュリティのテープタスクまで行っていて、うん、リポートは光っていないので、うん、セキュリティキッチンまでは死んでいない、うん、まあ、真横さんがシャワーからまたエレキとか言ってたら話変わってくるけど、少なくともゲンさんがそっちの方に向かってるんだったら、まあ怪しい。まあゲンさん筆頭って感じですよね、うん、まあ、うん、お、え、そうなる。いいです。魚さんキッチンで死人はあります。でもなんかゲンピカの順だと思うんですよ、ね、それ結構キッチンって、うん、猫ちゃん、あ、
やべ、しゃっくりが止まんねえ。はやっ。ナイスナイス。おお、ナイスボタン。いいボタン。はい。もうじゃあ、あ、シャワーあたりにいたんじゃないですか、インポスターかジャッカルか。うん。いたんで。うん。プテさんってどこだっけ？ミーティングだっけ？僕ボタン。ボタンですよね。うん、てか、まゆこさんの死人情報がそもそもプテさんからしか出ておらず、高田さんは私を見てないって証言してるんで。見てないね。うん。まあ俺すげえ履歴下っちゃったからあれかもしれないけど、わかんないけど。だから、そもそもそれで私とピカさんってなるっていうのがよくわかんないです。ちょっと省ける人が、うん、竹尾畑迫伊豆だっけ、はい、竹尾畑迫伊豆は小宮あたりにいます、はい、が無理そうでしょ、うん、でサントスさん視点って僕って無理そうじゃないですか、無理だと思ってます、他の情報と組み合わせも、うんうん、で僕と でサントスさんも高田さんとエレキで見合ってるんだったら、僕はエレキから言ってるので、うん、エレキに死体がないので、サントス、メイヤ、魚まで白出せます。そうだね、うん、ってなってくるとボタン押しの畑迫、福谷さんは外すと考える。あ、僕が真の場合は、もうピカゲンみたいな感じですか？僕が。そうだね。うんうんうん。あー。オッケー、シェリフ。お、おお。そう。で、ピカさんなんか言いました？ハタサコさんがどこだったっけ？タケオさんとイズさんとコミュニケーション。ハタサコタケオイズか。で、サントスさんからメイヤさんで、で、メイヤさんから高田さんの死人情報も出てる。あ、高田さんじゃない、魚さんね。あ、魚さんか。で高田さんはエレキに降りてるっていうのが源さんからの情報。はい。で、プテハシさんからのセルフ CO から、マユコさんが右方向に抜けたっていうのが合ってるとすると、そうだね、ほぼピカ源っぽくはなるね。まあ、ピカさんと源さんだったら、僕は源さんの方が疑わしい。その、僕に、死人4情報が持ってる僕に、まあ一応、容疑者を広げる感じで向けてきてるから、ちょっと、まあ、怪しいのはゲンさんかな。ちなみにピカさんってシャワー室入ってないっていう主張ですか？入ってない入ってない、ここまで通ってないもん。じゃあピカさん釣ってください。なんで？ん、いや、ゲンさんを釣りたい、釣るなら。あ、いや、じゃあロラでもいいっす、まあ、ロラでいい、ロラでいいよ、ロラでいいよ。どっちかに一陣がいるっていう話でしょ、うん、今のパトレント、うん、で高田さんは、私の経路上だったらピカさんシャワー室入ってないとおかしいから、私が女性入った時にピカさんがシャワー室に入ってるからニアミスしちゃった話だったんですか？いや、違う違う違う、私はお店の方に行って上に行く人を見たよっていうことをゲンさん言ってたじゃん、さっきと発射機に。それは最後です、それは最後です。最後、いや、私だってそもそもエンジンから入ってるよ。あ、間違った、ゲンさん入れよかった。ピカ様にしてください。ほい、ボタンない、やばい。これってさ、どうやるんだろう。ピカさんがやってるでいいんだよな、多分な。強い、理由は、ピカさんがボタン待機をしてるのを僕は知っていて、うん、でピカさん怖かったからはしご車で待機してたんですけど、コミサボが治んなくて、まあ、治ったんだけどボタンが押されなかったから、あ、これピカさんおかしいなと思って、キルボタン連打しながらピカさんの方向かってった。ね、魚は全ての現場を目撃していました。はい、なんかゲンさんとピカさん、僕両人街に見えてて、分かる分かる、もう同じ。ピカさんの最初の証言が、暗室に入ったタイミングで高田さんとゲンさんが右に抜けていって、高田さんがエレクトリカルに降りた話をゲンさんから出てきて、その後ピカさんゴミ箱タスクの方に行ったのをゲンさんが見てるって話だったんで、うん、ゲンさん視点でシャワーに入ってるわけないんですよね、ピカさんが。
なんでその時点でゲンさんの発言が僕人外っぽく見えて、まあ、プテハさんの今キルが通ったんで、なんか両人外かなって思ってます。え、ちなみに魚さんはなんで押さなかったんですか？ピカクロスを怪しんでいたから、あのピカクロスがボタンを押さないんだったら人外確定で見ればいいやと思ってたから待っていた。そしたらピカ、あのプテハさんがキリに行ってあって思ってピカクロス人外だったんだっていう結論。俺がもしピカクロスとのインポスター同士だった場合は、プテハさんを先に切った方がいい。あのミーティングルームの下に待機してるんじゃなくてね。はい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 、なるほど、確かに。まあ、ガケンインポスター、まあ、ジャッカル生存。あ、そう、私もそう思ってる。なんか、ああ、そうか、そうか。なんかね、かなーって気が。うん。じゃあ、僕、白置きしてください。僕はコミサボ直したんですけど、はい、エレキから向かってコミサボ直してます。誰もいないかったんです。エレキにいるだけおさんを信じてます。そうみたいな、それ。助けてました。助けてました。一応ね、なんか必要ないかもしれない細かい情報出していくと、ピカクロスが上のミーティングのボタンの前で待機していて、俺が下の方で待機していたから、うん、ちょっとでもピカクロスが怪しい動きをしてこっち側に雇用したらもうボタンを押ししようと思っていたって感じです、うん、なるほど、まあ、まあ了解です。ナイス、うん、バッチリ。いやいや、でもこの後ポテンシャルしないとな。2キルスタンスね、僕は。じゃあ、僕これからはじゃあ、出会った人に対してキルボタンを連打するんで、いいね、あとお願いします。終わらせろ、これで取れなかった。やってやる、ペアシー、いきます。取れなかった、取れなかった、いきます。勝手にあいつは死んでくれるやろ。怒りの体質してるけど、ピカさん。絶対にキルが起きてると思ってて、アーカイブにラウンジから入ったら、死体が立って倒れるところを見た。あれ、ミヤさんが切られたんじゃないの？いや、俺が切られたんじゃない。え、俺が切られたの？いや、俺のね、視界にはプテさんはいなくて。あ、いるわ、目の前に。あ、うん、あ、プテさんがじゃあ俺に死んだのか。だからセリフでミヤさんだと思う。僕、アーカイブの下から、はいはいはい、シャワーの方面から右に向かうプテアスさんをほんの1秒前とかに見てるんで。ああ、なるほどなるほど。皆さん白目って言っときゃよかったの。あ、そういうことか。俺して意味わかんなくて、視界に入った瞬間にはもうプテさん半身だったんだよね。プテさんの移動経路がコミュニケーション前、伊豆さんと一緒に、エンジンルームまで並走していて、うんうん、で伊豆さんはその後見えなくなって、俺がメインホールの扉系をプテさんがしていて一緒に行動していて、でシャワー室まで俺が入ったんだけど、プテさんは上に行ったのかな。本当もうアーカイブの、ね、机のね、うん、右下で死んでます。てか、出会ったら突破するって言ったから、普通にシリフで死んだんじゃない、皆さん。なんか俺はね、なんか伊豆さんがちょっと不審だなって思ったぐらい。なんか逃げてるように見えちゃってるから、別にそんな、なんかこれはなんか雑に言ったんだけど、まあまあまあ、はい、全然全然。伊豆さんって盤面上白いんだけど、いや白くはないですね。一応僕最終エンジンの配線やってメインの方向かってる間にボタン、じゃあレポートかで終わりですね。初手キルではないくらいですか。うん、っていうか手汚してないと思いますよ、多分。ジャッカルが、最後のジャッカルが残ってて手を汚してないから。まあ、最悪の場面二陣外ですよね、ここ。ペタヤシさんがピカさん切ってくれて一陣が落ちてるのは確定としても、うん、ゲンさんがもし今クルーやったら。うん、ほぼほぼ可能性が二次元な気がしますけど、あれは隠しろで置いちゃっていいかなって感じはあるけど、インポスターって言ってるのは、ゲンさんがピカさんをロラ対象に上げるのが遅かったからってことですか。あ、ね、1ターン目の議論で一番最初にピカをフォローしたのがゲンさん。ああ、なるほど、そうですね、確かに。インポスターっぽくないんだよな、両方と。
同時両方ともピカゲンのインポスターじゃないかなと。ジャッカルインポスターなのかなと思って。それはそう。なんか俺もさ、なんか見たかなと思ったけど、ジャッカルインポスターだったらどっちか切るみたいな。あ、どういうこと？どういうこと？え、どういうゲームが始まってんのこれ？どういうゲームが始まってんのこれ？え、これ俺に突っ込んできてないよな多分。どういうこと？俺に突っ込んできてないと思うんだけど。え、ジャッカルじゃないの？いや、神。ナイス。赤、黄、緑、赤。タスクはもう次のターンで終わります。同じく次のターン終わります。次で終わらないです。次で終わりでは終わりません。ギリ終わらなそう。よし、高田さんに勝てる。次の次で終わります。終わらせないうちにボタン押そう。伊豆さんって今何やってました？何やってたやろ。貨物脇で、シャワーの配線やって、で最後ミーティングで立つタスクあるんで、ヌーンで行こうと思ったけど、なくてっていう感じでしたね。ああ、そういうことか。だから覗きに来たのか。そうそうそう。よくないって分かりました。あの扉までしか来ない。あ、いや、でも竹雄さんがダウンロードしたの見えてますよ、僕。まあ、大丈夫。ダウンロードしてる位置まで視認できるのとヌーンの有無まで視認できる位置は若干違うかなっていうのは思いました。竹雄さんの論的に。え、これピピ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 あと3つ、あと3つぐらい。あ、そっか、11だからあと3つなのか。すいません。それが一番遅れてると思います。でも次のターンで終わります。これ微妙だな。まあ終わるでしょ。もう終わったらボタンを押しますね。僕が最後だと思います。あ、インポスターってか2時間残ってなさそうな感じ。キルペがめっちゃ遅いような。メイヤさん、ジャッカルも存在はするのか、殺していて、プチさんを殺していて。まあ、追ってもらって大丈夫です。インポスターだけどな、俺は。あれか。ルン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 カメラを見てる君は殺しちゃうよ。あと思ったんですけど、おー、会議です。あら、あ、伊豆さんの場所分かってます。カメラです。セキュリティのカメラ。じゃあミーティング付近にいた3人誰ですか？畑雄右で直しております。ミーティング畑雄竹雄です。でもう一人分かんないです。畑雄竹雄、あ、俺が証拠機右のヌ、あの左からヌ乗って、ね、右の直してください。あ、じゃあサントスカメヤ。あ、で、そう、私アップロードをするときに、セキュリティのカメラを見てる伊豆さんを視認してアップロードしに行ったので、まず間違いなくカメラのところで死んでるかなという情報を出しました。サントスメイヤ、どっちかです。アドミンです。
宮さんジャッカルだとしたらさっきのプテハスさんに切られたターンって僕が切ったとかなんかよくわかんないこと言うんじゃなくてプテハスさんに切られました白角ですって言った方が強いと思うんで宮さんジャッカルは覚えてないです。いやそれを他人に言わせるためにしたんじゃないと思った。さっきのターンそれ気づいたんだけど、わざとそれを俺視点だと、俺視点だとマジで俺視点だと画面に入ったプテさんがいきなり倒れてたのよ。もう半身だったの、うん、俺視点は。でも多分メイヤさんしかその場にいなかったからメイヤさん切ってるっぽいんだよね。まあまあロラで大丈夫だったらいいよ。まあ一応タスク終わりましたけど、うん、待ってます。タスク2つで終わるけどセキュリティなんですぐ終わっちゃいます。まあどっちでもなんかイーブンかなぐらいしかみたいな。釣る？え、まあ釣っていいんじゃないですか。二郎ケアとか別に俺間に合うよ。二郎というか二人外ケア。どっち？僕はサントスさんの方。やっぱりプテラスさんはメイヤさん切ってると思うんですよ。僕がアーカイブでその下から右側に行くプテラスさんを見て、でその後にメイヤさんがそのレポートって感じだったんで。でも私待ってごめん待って待って待って喋らせて、アドミン情報出る前からセキュリティカメラですよって言ったら絞られない言うしかないの、うん、あだってアドミン見られてたの結局同じで、うん、でもそれが公表される前から言ったっていうんだけど、まあまあ、あとはお任せします。ただの白アピットも取れるからなんとも要素にならないから、うん、あとエリキとアップロードで、まあでも合ってたのか、まあ実質にさっきの推理が合ってたからまあいいや。どっちかわかんない。まあどっち、まあ、でもどっちでもタスクで勝てると思うんで。まあまあそうね、坂竹畑サポは絶対違うから、うん、まあどっちかですね。アドミンとカメラを見るのはやめろあれサントスさんの推理も間違っている。俺がインポスターでーす。俺でした。はたさこちゃん早く起きてよ。あれ鬼貴どこ行ったの。鬼貴鬼貴残念だったね。鬼貴殺します。ナイスアイドル。ナイスアイドル。20ポスト、はい、あの、ピカさんが落ちちゃったんで。あ、はい、あ、そういうこと。あの、内落ちじゃないっす。あの、ベリーグッドのタイミングで回線が飛びました。竹尾さん、僕、竹尾さん切ったんだよ。そうだよね、絶対。そう、そう、で、メイヤさんに見つけられたっていう。テープ挟んでたじゃん。なんかいきなり俺は本当に言ってることそのままでアーカイブ入ったらプテさんの死体が倒れる瞬間を見てマジでそうそう、それでメヤさんに利用されてかなんか隠しろみたいになって笑っちゃったああと思っていや僕隠しろで置いてくれるって話だったから切るとは思わなかった。でもそっからのボタンが30秒ギリで毎回なるからもう厳しかったね、うん、確かにいいボタンが続いた、うん、めちゃくちゃきついボタンだったマジか。あ、でもインポインポじゃなくてインポジャッカルだったんですね。インポジャッカル、まあ、あれ何つながってたのあれ。いや全然停電サイたまたまです。私が停電サイトにシャワーまで突っ切ってマユコさんキルしたってだけで、多分ギリギリゲンさんが視界外で見えなかったはずって感じですね、シャワーに入るの、ね、ピカさんがシャワーに入ったのはちなみに見えてました。なので最初は黙ってて、でゴミ捨てのところは私知らなかったんで、ああそういう主張なんだと思ってとりあえずついていこうと思ったんですけど、結局私とピカさんの2枚しかもう容疑者に上がらなくなってロラされる流れだったんで、そうだね、もうだったらもう共闘できないんだったらもう言うしってことで、ね、殴りに来たそんな感じに見えた。